長い間飾って色あせた川崎ローズをゴージャスによみがえらせました。まず段ボールを切ってこのような台を作ってください。段ボールの隙間に花を差し込んで固定します。スプレーはゴールドとシルバーを用意してください。スプレーをよく振って離れたところから霧状に吹きつけます。角度を変えてまんべんなく吹きつけます。花の裏側、額の方も吹きつけておきましょう。乾かして吹きつけるを3回ほど繰り返します。するとこんな風にメタリックな感じになります。金と銀をバランスよく組み合わせるとゴージャスな感じのフラワーアレンジメントができます。切り花やドライフラワーなど組み合わせも自由自在です。カラフルな川崎ローズとは一味違ったアレンジを楽しんでみてください。